聖マリアとイエスを使い歌い手は、グリーンスリーブスの旋律に合わせて、1865年に、ウィリアム・チャタートン・ディックスが歌詞を作詞した、クリスマス・キャロルである。歌は3編のスタンツァがあり、それぞれに異なる聖唱がついているが、通常、最初の聖唱の歌詞を繰り返して歌う。グリーンスリーブスは、古いイングランドの民謡音楽で、16世紀にまで遡る。 シェイクスピアの時代にあって、歌への言及が記録されている。元の歌の歌詞は、男性から連れない女性に対する失恋の恨み事の内容であった。この曲は、様々な歌詞を付けられて歌われる。ウィーン少年が唱団の歌った曲では、新年の歌となっていて、古き罪を蛇の皮のごとく、脱ぎ捨て、新たな年を迎えんというような内容が歌われている。賛美歌とは別に、 日本語の歌詞でもアレンジされており、こちらは少年同士の友情を歌った歌となっている。ただし、クリスマスにも新年にも関係がない。日本語の訳詞としては、日本キリスト教団編集、賛美歌、第2編216番として合唱用に、訳が作られている。最初の一行の始まりが、お使い歌い手で、それがこの歌の題名にもなっている。また、中田うごわけでは、 聖火129番、聖火77番、新聖火86番に、密つの讃え歌うが、回収参美用として掲載されている。ありがとうございます。